この時間はラジオの前で乙女モード乙女心シンドローム田村ゆかりです。田村ゆかりラブライブ2024ハニーバニー、7月13日は、兵庫神戸国際ホール、7月14日は京都ロームシアター京都メインホールというところに行ったりします。多分神戸国際国ここは多分今日行って明日京都行くよっていうことなんだと思うんですけど、神戸か、多分神戸、何にも神戸を体感できないんだろうな。神戸といえば何、神戸にあるもの、牛はねもう最初から無理よ。神戸牛とかはもう無理よ。あと神戸牛とかに関してはあの、あ、来た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 、マイクのとこに手が今コンって当たってびっくりした。マイクに当たってないけど大丈夫かな。びっくりした。あの牛はさ、あのごめんね、牛いっぱい育ててくれてる人たちには申し訳ないけどさ、あの、ね、ゆかりには違いがちょっとあのわからない。いや美味しい牛とかさ、なんていうの、脂がある牛とかさ、そういうのはあるけどさ、なんとか牛なんとか牛みたいなののさ味の違いをさ、まず比べたことがないよね。なんていうの、神戸だったらさ、まあ、神戸牛でしょ、神戸牛、神戸牛でしょ。でさ、例えばじゃ違うところにはさ上陸牛とかさあるじゃんね。でもさ一緒に食べる機会がないじゃん、地域が違うからさ。だからさちょっと味の違いが分からんと思うんだよね。一個ずつちょっと食べ比べとかしたらさ、あこれはちょっとギュッとしてるなとかさあるかもしれないけどさ、だけどさなんていうの、運んだりするのにさ、冷凍して運んだりするでしょ、鮮度とかでさ味が変わると思うわけ。味が変わるから豆腐とかも時間とかが経つと、おいしんぼの1話でやってたからだからさわかんないと思うんだよな。そう、水もおいしんぼの1話でやってたやつよどっちを旅させるバカはいないだっけ、水の方だっけ、豆腐だっけ、豆腐だよね。そうだからちょっと多分牛もね旅させるバカはいないだと思うんだよ分かんないけど牛はでも旅してるもんな多分ね。だからさ、なんかもっとなんかそういうなんかそういう素材の味じゃなくて、なんていうのかな、もっとこう料理の味がいいな。なんか神戸タコ飯、あタコ飯さ、なんかあの壺みたいなのに入ってるさ、あれめちゃくちゃ美味しいよね。なんか一回だけ食べたことあって、あれはなんかねすごい気に入ったけど一回しか食べてないな。あれなんか東京駅とかでも買えるでしょ。でも旅してるもんなそれでは今夜も怒りの乙女心にお付き合いください。この番組はカナリアの提供でお送りします。改めましてこんばんは、田村ゆかりです。京都はさ、また京都何があるかちょっとわかんないもんな。京都ってさ、なんか彩りが綺麗なスイーツが多いイメージがあるけど、合ってんのか。でもどこでもあるっちゃあるのかな、大阪とかもあるしね。今さもう7月中旬だからわかんないけどさ、アジサイのさなんか何モチーフの食べ物結構多くない？なんかあれ昔からかな、昔から多い？ゆかりが今まで見てこなかっただけなのかな。和菓子もそうなんだけど、なんかその洋菓子
例えばパフェとかさ、まあ、パフェ以外の洋菓子ちょっとわかんないけどさ、なんかそういうのが結構なんかあの見かけるわけ。何ゆかりほら食べ物の食べ物をお知らせしてくれるアカウントばっかりフォローしてるからさ、だからなんかこう極上のスイーツとかさ、そういうアカウントが教えてくれるんだけどさ、なんかいいよね。ゆかりこの間ね、熊本空港でねソフトクリーム食べたわけでさ、ソフトクリームにさなんか果物いっぱいなんかぶっ刺してる乗せてるやつが流行ってんのかな、わかんないんだけど、いろんな味のやつあって、なんかいろんなスイーツっていうかいろんな果物の盛り合わせのやつもあったり、メロンのやつとかシャインマスカットのやつとかなんかいろいろあって、でゆかりはメロンのやつを食べたわけ。こう丸いのがこう乗ってるやつでもさ美味しかったんだけどさ、そうなるだろうなとは思ったんだけど、ワッフルコーンの上に、まあ、ソフトクリームが乗ってて、そこに刺してるっていうかこう押さえつけて丸いのを乗せてるからさ、食べるのがすっごい難しいのよ。なんか最初にメロンを食べたくないんだけど、メロンを食べないことにはソフトクリームのとこ行かないし、メロン丸だからさもう落っこちさえちゃいそうなわけ、ソフトクリームのところから。だからさ仕方ないからさ、最初にその丸いところ食べてさ、メロンのところでもメロンばっかし食べたかったからいやソフトクリーム美味しかったよ。やっぱあの牛乳とかがさ、まあどこの地域でも牛乳はあると思うんだけどさ、まあ、やっぱ熊本とか結構有名だったりするじゃんね。だからなんかね、あのすごい濃厚で美味しいソフトクリームだったんだけど、でもなんかあのメロンが食べたくてメロンソフトにしたからさ、先になんかメロンなくなっちゃったからさ、あとメロンソフトであれ合ってんのかな、メロンソフトって言ったらさ黄色いソフトクリームのイメージだもんね。あのメロン果汁のさ、北海道とかの、あそうそうそう夕張メロンとかの、今自分で言って思ったけどあれメロンソフトじゃないのかしら。メロンのなんだっけ、鬼盛りメロンソフトみたいな、なんかそういう名前だった気がするな。確かにまあちょっと鬼盛りではあったけど、だから今度はあのソフトクリームじゃなくてスムージーにするわなんかさセブンイレブンのスムージーさあれなの、結構なんか有名なの、ゆかり飲んだことないんだけど、あのあれでしょ、ゆかりがさコーヒー飲まないからさちょっとだけ憧れてるさ、あのカップどっかからどっかしらからカップさ持ってきてさ、どっかしらにピッてセットしてさ、なんかボタン押したらあら不思議みたいなやつあるじゃん、あのあれのスムージーのやつがさセブンイレブンあるってさ見て、あれじゃないゆかりもなんかちょっとコーヒーあややがよくさコンビニにさ行った時にさ、ロケバスとかで降りた時にさ、なんかコーヒーさなんかピッてやってさ、あれがちょっと羨ましいわけ、いつもゆかりコーヒー飲まないから、ああまたなんか素敵なやつやってると思って、なんかおしゃれなことやってるなっていつも思ってるわけ。だからさゆかりさスムージーやるわ、そしたらスムージーもおしゃれなやつでしょちょっと子供っぽいかもしんないけどフルーツのやつあれねいいよね。あとファミマのやつとかもさあるけどさ、なんかあのファミマのやつはさなんかなんていうの、もうなんか入っ何もうなんか液体固めたやつみたいなのが入ってて、それにプラスで牛乳かなんか入れるのかな、あれミルクみたいなの、熱いミルクか、あでももむの、自分で揉むの、熱いじゃん熱つってなるじゃん、だって程よくなってんの、中は冷たい、あそうなんだ。でもさそれはなんかもうちょっとなんていうの、あのシェイクみたいな、まあ、シェイクじゃないんだけどさことじゃん。でもなんかそのセブンのやつはさ固まったフルーツなんだよ見た目が。だからさなんていうの、大人のレディーみたいな感じするでしょするでしょ大人の感じ。あと飲まないけどグリーンスムージーとかもあるし、都会の大人のなんか淑女のたしなみみたいなやつよ。
だからさ、ちょっと今度やってみようかなって思って、そのセブンイレブンの、多分ローソンとかにもあるんだよね、きっとそういう系のやつはね、どこのコンビニでもやってるものなんだとは思うんだけどさ、なんかちょっとねこの間見ちゃったからさ、やるわと思って、大人だから。でもファミマのやつもちょっと気にはなってる、あのカビゴンのやつと、あれどこだっけ、ルマンド違ったっけ、ルマンドかなんかのやつあるよね、そうそうそう、だからちょっとね気にはなってんだけど、でもまあちょっとなんていうかな、まずはちょっと大人の魅力をちょっとほら大人だからさ、まあカビゴンのことは大人だって好きだけどさ、でもまあちょっとなんつうか、最初はちょっと1回目はちょっとなんていうの、ちょっとこう髪の毛もこうやってスッてやりながら、こう金髪みたいにこうやって、グリーンスムージーは飲まないよ、だって甘くないでしょ、グリーンスムージー飲むならガムシロップ持ってくわ、持参よ、混ぜていいのかな、自分で勝手に、後で混ぜるわ、外お店の外で、大人っぽくないでもいいの、お店の中でちょっとなんかあややに見せつけてやりたいだけだから、ちょっとどうやで、ゆかりだって買うしみたいな感じでちょっとやりたいなって思った。じゃあメール読みます。空飛ぶ山猫さん、あちょっとやめるわ、恋は焦らずさんいやいや、なんかコンビニのやつがあったから、最近各コンビニが1個買ったら1個もらえるというキャンペーンをよくやっていますが、もらえるものがペットボトルのお茶や水の時に私は買ってしまうことが結構あります。ゆかりさんはこの手のキャンペーンでつい買ってしまうことはありませんか。これさあるけどさ、同じコンビニに行かなきゃいけなかったりするからさ、自分がよく行く範疇のコンビニとかだったらまあ買ったりもするけど、あとさ違う商品がもらえるやつもあるじゃんね、なんか何かしらのお菓子買ったらこのお水もらえるとかさ、だからでもあれお水もらえる時ってまた別の日なんでしょ、その次週とかだよね、だからさなかなか最近これ系のやつはね買ってないんだけど、でもやっぱこのさ1個もらえるっていうのはさ、これはもうねめちゃくちゃ心をくすぐるよね、人の心を。でも言ってしまえばさ、じゃあ例えば百何十円とかだったりするんだけどさ、でもさもらえないもん普通に生きてて百何十円それがさ1個買ったら1個もらえるってさ、実質半額だからさ、まあやりたいよね、欲しいなって思うよ。これはね人の心理をすごくうまくついたやつだと思う、作戦だと思う。でまた通うしさ、そこにね、これはもう永遠にやってて欲しい、だって欲しいから。でもやるとは限んないけど、ちょっとめんどくさいなって、あのお財布の中に入れとくのがめんどくさいのよ。ほんでさ入れといたこと忘れてさ、しばらく経ってみたらもうこれ無理じゃんみたいなさ、あの無理だった時のさ、自分が得するはずだったのに得しなかったっていうことでさ2倍に損した気持ちになっちゃう、あれがさ結構なんかやられるわけ、マインドをえぐられるわけ、なんかこう愚かな自分と損をしてしまった自分。財布に入れとく、ゆかりはねお財布に極力入れるようにするんだけど、ただあの他のレシートとかと一緒に入っちゃってて、思い出なんかもう出してきちゃったりとかあるからさ、だからなんか違うとこに入れるようには一応してるんだけど、でもまあ忘れちゃうよね。で外に出してさ、ポイントカードとかもそうだけどさ、外に出してあの今度持ってくんだと思っても絶対持ってかないからさ、あれはちょっとねどうにかした方が、ああこう携帯とかに挟んどけばいいのかな、携帯だったらね絶対毎日持ち歩くからね、それはいいかもしんないね。じゃあ空飛ぶ山猫さんも今日はちゃんと読むよ。暑いのに耐えかねてクーラーを入れました。部屋中が涼しく快適なのですが、一つだけ暑さにさらされるところがあります。それはトイレです。冷風を効率よく行き渡らせたいので、どうしてもドアを閉めて隔離されてしまいます。窓はあっても外と変わらない温度や湿度になるので、非常にな
非常に暑く、夏場は体調的にトイレにこもることが多いので毎年つらいです。ゆかりのお家はどこにいても快適ですか？適度にエアコンを使い快適にお過ごしくださいね。トイレが暑いはさ、永遠にそうだよね。これはなんか確かになって思っちゃった。でさ、ゆかりそういえば前扇風機置いてたかもと思って、ちっこいやつ。でも置いてないな最近。なんかUSB で充電して、ほんでしばらく使えるやつみたいなのを置いてた気がするけど、今確かにそうだな、トイレ暑いんだよな確かにね。うちはね、どこが暑いかな、最近は夜はリビングがさ、ミミちゃんがいるからエアコンずっとつけっぱなしだから、ドアを開けたままにしてるわけ。そしたら廊下が、冷気がちょっとその分外に出るからさ、で夜中にトイレに起きた時に廊下出てもうわついてならないから、そういう風にはまあしてるけど、ただね、肝心の寝室がめちゃくちゃ暑くって、であんまりエアコン入れたくないからさ、つけたり消したりつけたり消したりだったりはするんだけど、まあお部屋の温度はなかなか調節できないよね。なんかすっごい寒い時もあるしさ、エアコン基本的に24度にしてるわけ。そのリビングは入れてるのは、快適なエアコンはいつできるね。なんかでもさ、一応さ、機能的にはさ、エアコンもさ、いろいろあるじゃん。風ナイスとかさ、今もあんのかしら、風ナイス、風ナイス相当昔の機能だからね今も違うやつかもしんないとかさ、人がいる方向になんか行くやつとかさね、あるよね。でもさ、そんなにエアコン頻繁にさ変えないじゃん。だからまあ、うちのエアコンは多分古いから風もあるし、全然快適じゃない、何にも快適じゃないね、うちのエアコンはね。だけど勝手に変えられないしさ、エアコン困ったなっていつも思ってるそれではここで一曲聴いてください。現在発売中のミニアルバム I Love It より、田村ゆかりでバニラバ。君と恋のバニラ、アイスクリーム。
村いつきの才能なし俳句。このコーナーはリスナーの皆さんからお題に沿った俳句を送っていただきますが、才能がなければないほど田村いつき先生は褒めたたえます。お題は575に夏の風物詩を隠してくださいです。一体どんな俳句が詰まっているのでしょうか。隠し系か、探せるかな。ゆかり、これ答えここには書いてないのね。いきますよ。じゃあちょっとこれはもう上からいきますかね。ウエフさん、ヒロ、今夜暇？割り勘？おごりよ？飲みに行こう？これはね、隠れてない。これは多分ね、隠れてないです。だって、ひまわり！え？と？ってこと？まだあんの？びっくりした。ひまわりだ！隠して、隠れてた。あーね。はいね。あーちょっと待って、これもじゃない、これもじゃない。あーもうこれさ、読まなくていいわ。これ原平さんのやつも読まないね。ひまわり隠れてました。ね、いやだってひまわり隠れてたもん。しかも同じとこに、同じとこに隠れてたよ。これは焦らずさん、ないかもね。やっぱりありそう、明太子。いや絶対隠れてないでしょこれ。え、かも、かもねや、え、そう、あ、そうめんだ。もうこれさ、だいたいさ、文と文のさ、この5と7のところに隠すからさ、もうちょっとゆかりにでも分かるようになってきたよ、だいぶ。じゃあね、え、あ、もう一個いけるかな。ね、未来さん、ヒロ、歯の治療、麻酔かけても効きません。これ文と文の間だから、治療うますいうまうまうま、まあ、夏じゃないし別に。え、でも待って、手も効きません、手も効き、え待って、こう本当に隠れてる。え、これヤンさん見つけてる。同じとこにはでもいないんだけど、同じとこじゃないの、もしかして2行目にいるの。え、麻酔かけても、麻酔かけ、あ、スイカ。ああね、ああね、難しいわねやっぱね。ゆかりはね、何回も言うけどね、なぞなぞが苦手です。五七五に夏の風物詩を隠してくださいも募集中ですが、次のお題は最近の秘密をこっそり五七五でです。皆さんからの才能のない俳句たくさんお待ちしています。それではここで一曲聴いてください。現在発売中のミニアルバム I Love It より田村ゆかりです。好きしかありえない。ここに、そこに愛がいっぱい。花に寄り添う蝶々みたい。ロマンティックに見つめて色鮮やかに。どんな夢でもいい。だって君とならちょっと冒険したい。次のレベル上げよう。言葉で満たす
しましょう。一緒にいれば楽園、思いのままにきっとできることがもっとあるはずよ。じっとしてられない、ちゃんと楽しくいたい。恋のオルゴールネジを巻いたら聞こえてくるメロディー、忘れないで。心は一つしかないもの、すぐしかありえない。愛のエレメント集められたら願いは必ず叶うから、今幸せを繋いでくれるのは好きしかそうよ。ありえない。そろそろお別れのお時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。メールアドレスはゆかりん @joqr.net yukarin@joqr.net です。なんか最近さ、メロンのさ食べ物が食べたい病なんだよね。なんか夏だからかな。それでは来週も乙女モードな時間過ごしましょうね。この番組はカナリアの提供でお送りしました。全国ね、ぬくもりも嘘にする、忘れられない、忘れるはずない、多分心は全部気づいてる。でもね、涙が溢れる前に言わなくちゃ。優しさのつぼみ、日が